はいはい、どうも松尾修造のこれ知ってます。いきます。今日ですね、億万長者になる10の条件っていうのがあるそうなんですね。まあ起業家ですよ、もちろん起業家でこうたくさんの富を得ると言いますかね、まあ、どういうことか、リスクを恐れないちょい悪いやつが成功する傾向にあるということでね、億万長者になる10の条件っていうことなんですけどね、まず1番、良い教育を受けている。2番、10代の頃知能指数は高いのに悪いこともする子だった。確かに悪いことする子って頭のいい証拠ですよね。それ思います。で、収入が多く両親が離婚していない家庭で育っている。そして4番、リスクを恐れない。5番、適性検査の点数が高い。6番、危険な違法行為も物おじしない。あー、なるほどね。まあ、ルールを守らないこともあるようですね。それから自尊心が高い、プライドが高いですね。そして、まあ、プライドが高いから頑張るというかね、とかありますね。性格が積極的、そして思考が柔軟、それから10番、衝動的。なるほどね。まあ、成功者はギャンブラーですよということも書いてますね。なるほど。そういうこと、億万長者の10の条件でした。今日もありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。